アンドロメダの献身。第七の宮天秤宮において聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセイント数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスか俺たちの前に。おそらく老子が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします老子。何？クロスの一部が分解してシリューの手に握られた。あれはライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。すごい。全てが一振りで星も砕きそうだ。よし、このソードを使わせていただきます。老子、今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る白鳥よ。やった、水蒸気溶かしてどんどん消えていくぞ。シリューが一閃しただけでなんという剣の威力だ。氷河、しっかりして氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ。シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。ミロとの対決。第8の宮電滑宮へ突入した聖夜とシリュー。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。身構える間もなくシリューはミロの技で動きを封じられてしまう。そしてミロは聖夜にもその剣を向けるのだった。ここまで来た以上、もはや戻ることも進むこともできん。覚悟することだな。ブロンズセイントの意地、見せてやるぜ。さあ選べ。
降伏か死か。ラウンド1ファイト。体が動かない。まるでサソリが獲物を死への恐怖でいさめてしまう。気をつけろ。お前たちに残された道はただ一つ、終わりの色の餌食になることだけだ。どうした。これがお前の渾身の技か。このミロという男、今までのゴールドセイント勝るとも劣らぬ強さだ。しかし俺だってゴールドセイントと互角に戦えるほどにセブンセイスに目覚め始めている。バカな。くそ。燃えろ、俺の声を。くっそ。ペガサス、スカーレットニードル。まだまだ。止まり。なんという結果。生の衝撃を感じる前にすでに打ち抜いていた。何かしたのか。高速の技。やってやる。何かしたのか。ここまで何人ものペガサス戦士と戦ってきた。まだまだ。ラウンド2ファイト。バカな。スカーレットニードルアンタレス。終わりだ。バカな。自分を信じるんだ。何かしたのか。俺の究極のコスパを起こすの。ペガサス優勢者。セイヤとか言ったが、確かにお前はセブンセンシズに目覚めつつある。だがこれだけは教えておこう。セブンセンシズに目覚め始めた者と常に備えている者との間には想像以上に大きな隔たりがあると。この天下地球まで来ただけのことはあるということだ。思ったよりはやる。終わりだ。ディストリクション。終わりだ。くそ。セブンセンシズに目覚め始めたとはいえ、所詮はブロンズ。お前に真のゴールドセンシズの力を教えてやろう。終わりだ。無駄だと言ったはずだ。知らぬものか。何かしたのか。俺のコスモ。ペガサス。ウィナー。俺は戦うぜ。全力で戦って。ちょっと手加減しすぎたかな。受けろ、スコーピオンの牙を。スカーレットニードル。うわー、なんだこの針に刺されたような激痛は。まるでサソリの毒が全身に回るようだ。他愛のないとは言うまい。この天下地球まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだ。前はキングナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。
さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？この結晶は？カリツォ！見ろ、今度はお前が動けなくなる番だ。セリア、シリュ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負、ラウンドワン、ファイト。この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に何かしたのか。せいやはその変化球をおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう、望み通り。このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしている。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できるか本気で思っているのか。できるかどうかなど考えていない。いくら不可能と言われても俺のこそそれを可能に変えてみせる。終わりだ。ギフトリクション。その程度か。終わりだ。ラウンド2ファイト。バカな。スカーレットニードル。終わりだ。さすがは水と氷の魔術師。アドレリアスの神の教えを継ぐだけのことはここまでの狂気を操れる。あなたは神の質問の程度ならば見せよう。この氷河の狂気の高まりをこの辺で倒れてもらうぞ。言ったはずだ。ミロは俺の攻撃によって倒れてもらう。あっちこっちやられない。ダイヤモンドダスト。同じく出すわけにはいかない。その手を受ける。ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。勝負あったな。やった！ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。そうだ、そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならば、その前に、見ろ、あなたを倒さねば。い
いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。何？神の気持ちだ。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。神、そうだったのか。神に免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも、熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。そうだ、たとえ五感全て失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせよう。ラウンド1、ファイト。命を賭して戦うことこそが、セイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことで、それに応えよう。それは俺が、氷河を真のセイントと認めたからだ。読みだ、神ユ。氷河よ、とって命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、君の命を全力で奪う。これ見ろ、俺はオーシストも前に進む。アテナのため、友のために。スカーレットリードル。オーロラサンダーアタック。スカーレットニードル。あなた、終わりだ。俺の体は毒に侵されてきた。ダメ、俺は逃げ出さない。ラウンド2、ファイト。何かしたのか。何かしたのか。ヒョウガめ、まだ戦い続けるというのか。スカーレットニードルを受け、五感も失われたというのに。見ろ、この氷河にとって最後の一打になるであろう。終わりだが失われていく中で、ボスだけは最大に高め放ってやる。何かしたのか。氷河、約束通り最後のとどめのアンパレスをお前の体に打ち込んでやる。オーロラタンダーアタック。ウィナー。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。勝負あったな。スカーレットニードル、アンタレス。氷河、君が望んだ通り、正々堂々と戦って死ねて本望だろう。
何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点をゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとし、今血止めの神王点をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。アイオロスの遺言。聖夜たちが神馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、神馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、育成層の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。聖夜たちは神馬宮を見上げ、束の間戦いの始まりとなった13年前の事件に思いを馳せる。しかし刻一刻と消えゆく日時計はそんな暇すら与えてはくれない。3人はアイオロスの死を悼みつつも神馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの神馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。サジタリアスのクロスが動いてる。何？まるで聖夜を狙っているかのようだ。バカな、一体どうしたって言うんだ。クロスの弓が動いた。危ない！これは矢が破壊した壁の亀裂の下に何かあるぞ。どうやらアイオロスの残した言葉のようだな。氷河！よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスは聖夜を狙ったのではなく、壁に刻まれたこの遺書を見せようとしたようだな。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロス。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを永久に誰も訪れないかもしれないこの神馬宮で
アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で、同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。持つ男、シュラ。第10の級マカツ級へ突入した聖夜たち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に級を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついて、ヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前がマカツ級を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。ふん、俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。シリュウのコスモ、全てお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。ラウンドワン、ファイト。エクスカリバー。なぜ俺たちをマカツ級の中で襲ってこなかった。おお、俺の存在に気がついていたのか。マカツ級にある気高いアテナ君は、お前ら虫けらどもの血で汚すわけにはいかんからな。タンクチュアリ、エクスカリバー。アテナに対する反逆の罪を死をもって償え。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドセイント12人の中でも最強の武器を持っている。特に死闘はいかなる者も傷なくエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー、逃がさん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 。タンクチュアリに反逆を企てるお前たちを聖なる剣エクスカリバーで切り刻んでやろう。イガサマ、イガサマ、イガサマ、優勝。なんだ、イガサマ、イガサマ、優勝。我が聖剣の前に注意。エクスカリバー、エクスカリバー、エクスカリバー、我が聖剣の前に注意。ラウンド2、ファイト。イガサン、
反逆者と戦っていると昔を思い出す。まさか、あれがアイオロスは。そうだ、恐れ多くも、過度な殺害を試みたアイオロス、天柱を加えたのは、ござん昇竜だ。俺がエクスカリバーで奴を谷底へ落としてやった。我が聖剣の前に死ぃ、ござん。アイオロスを命に変えて守った赤ん坊こそ、お前がどうも言うかは。その人たちに王座を交流。アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。優勝を嘘つけろ。だが、お前はアテナの姿を見たことがあるのか。我が聖剣の前に注意。黙れ、口の減らない奴め。二度と喋れんように首を落としてやる。エクスカリバー。行くぞ、シュラ。この支流の全てをかけ、勇士長、お前を倒す。ロザン昇竜派。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。こんなことでは竜の名折れだ。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。バカな、昇竜派がまるで通用しないなんて。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。シュラ、この支流一人では死なん。必ずやアイオロスの無念を晴らし、お前も連れて行くぞ。5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーのサビにしてくれる。ラウンド1ファイト。シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落とした時、まだアイオロスは生きたいとはいなかったのだ。なんだ、アテナを守らねばならぬ一心で谷底から這い上がってきたに違いない。アテナ、その命を懸けて守り切ったアイオロスこそ真の戦闘なはずだ。ここで隠すあの小娘の相手を願う。アイエン、俺らは強行と共におられるのだ。こんなブロンズの言うことなど信じてはならん。桁外れの攻撃、今までとはまるで別人のようだ。まるで竜人が支流の体に乗り移ったようだ。しかもそのコスモはこの空を圧倒し始めている。シリューは無意識のうちにセブンフェンシーに目覚めているのか。イカサンポイカサンポイユシショウ。これだけは約束しておこう。ユシショウ、カプリコーンの襲来、ロザン昇竜派。このシリューの舞台全てが飛ばされたとしたら、その世界では死なんぞ。アイオロス、無念を込めて終わりか。霊王ラウンド2ファイト。イガサン、そうはいかん。イガサン、
ほどの負担は。なんだ、皆様、登山昇竜派。なんだこの絶体絶命の時にこの男の声が衰えるどころかさらに増大していく。まだ残されたものがあるというのか。脳死、お言葉に背いて申し訳ありません。この修羅、脳死の戒めを破るな。修羅、修羅、俺は脳死に決められた技を使う。この技を使えばどういうことになるか、これにも分からない。間違いじゃなく、俺もお前もホロッペ。いかなる能力も全くエクスカリバーを利用。ウィナー、アテナのために戦う。セイントなら分かりきったこと。こんなことでは竜の名折れだ。さあ、約束通りお前も連れていくぞ、シュラ。この技は登山交流派。カプリコーンの火も消えた。11番目の方米宮へ急がねば。このコスモは、交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無視の技。なんだと、ライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この死竜一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ死竜よ、アイオロスよ。シュラ、死竜、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽き、そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。せめて、せめて星となってアテナを守るか。なあ、死竜、死竜よ。死竜、死竜。との戦い。すべてのコスモを燃やし尽くし空に消えた死竜。聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米宮を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤宮に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めた悪
水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミュー。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。セイヤ、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミューと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に応えよう。来い、氷河。前、白鳥よ。かかってくるがいい。ラウンドワン、ファイト。あなたから預かったものすべてを受け付けて。俺はあなたを倒す。なら、フリージングコース。私もすべてを持ってお前に、今度こそ確実に葬ってやろう。天秤級でもその身を持って教えたはずだ。お前の陶器では私は倒せない。真の陶器である絶対零度を身につけていないお前に勝ち目はない。オーロラエクスキューション、オーロラエクスキューション、キアリ、オーロラエクスキューション。フリージングコース、オーロラタンダー、アタック。その程度か。ダイヤモンドダスト、フリージングコース、オーロラタンダーアタック。今こそ俺の全てをあなたにぶつける。今日お前をラウンド2ファイト。それだけダイヤモンドダスト。それだけ、フリージングコピー。それだけ。それだけ。オーロラエクスキューション。絶対レードとは何だ。答えろ氷河。物質の本質全てが運動を失う温度のこと。そうだ、破壊の根本は原子を砕くことにある。氷の闘技の本質、その原子の動きを止めることに。だが
この私でもそれほどの陶器を作り出すことはできない。いわば氷の基本との戦いは自分の陶器を絶対零度までより近づけた方が勝つということだ。絶対零度までオーロラサンダー、あなたの時代までは必ず陶器を高めてみせる。そしてあなたを倒す。その程度か。フリージングコフィー。フリージングコフィー。前、白鳥よ。フリージングコフィー。オーロラエクスキューション。決して敵を撃つ。俺の陶器ではダメだったというのか。お前の陶器では私を倒すことなどできん。真の陶器というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの陶器によって死すべし。氷河オーロラエクスキューション。わもはや勝敗が決まった戦いに、これ以上お前を痛めつける気にはなれん。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィーもな。今夜こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。とまさか、うちから氷の棺を砕くと。バカな。ゴールドセイント数人がかりでも破壊することが不可能な。フリージングコフィンを粉々に。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の陶器を必要とする。それはつまり絶対零度。まさか氷河は無意識のうちに絶対零度。あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミユ。私もすべてを持ってお前に答えてやる。ラウンドワンファイト。カミユ。いったかった。今日の陶器が絶対零度までいかなくても、あなたくらいまで高めてみせると。そしてあなたを倒すと。カミユ、今こそ俺の全てをあなたにぶつける。どうだ、ヒョウだ。よくぞこの神の位まで陶器を取った。しかし、これでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対零度でなければ本当に私がゴールドクロスをまとっている。これで私を倒すことはできんのだ。ダイヤモンドをガスト。それだけ。ラウンド2ファイト。
それだけアテナのために、命を救ってくれた塔のために、セイントとしてそれだけは最後まで戦い抜く。これはジュンとクロスの凍りついてジロンが神をもしのぐ絶対レードの陶器を身につけたというのか。お前にはその陶器の手技がないのださ、確実に葬ってやるぞこのオーロラエクスキューションでな。あの子が俺に教えてくれました。どちらが正しいか、どちらが悪なのか、善悪の判断に逡巡するよ程度か。一度戦いが始まったのに、どうして途中で説を曲げることなく最後まで自分の立場で戦いに行った。空路に徹するのだと、あなたは無言のうちに強烈に語りかけてくれていた。神、これで終わりだ。それだけ今日が聖王ウィナー。ありがとう。勝負あったな。この男、私と互角に闘気を放ちながらすでに意識を失っている。バカな、あれはオーロラエクスキューション。無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮するカミュ最大の技。一度や二度その身に受けたからといってやすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受けろ、氷河、オーロラエクスキューションの神髄を。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に、そして生死の境で、絶対零度を身につけ、お前は死である。このカミユのコスモも遥かに超え、究極、まさしくお前は、この神世の全てを受け継いだ。できればその力を、お前の信じる道に使わせてやりたかった。お前を、この先も生かしてやりたい。だがもはや、この神世にも、どうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神、あなたは命を懸けて俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。ありがとう、我が子神、そしてさよう。こんな季節に一ひらの雪。せいや、今氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう。僧侶宮はもう目の前だ。美の戦士アフロディーテ。12球最後の球、僧侶球を目前にして、シュンは聖夜に
自分を置いてまっすぐ教皇の間を目指すよう伝える。創業宮を預かるセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一といわれる天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士、ウオザ・ピスケスのアフロディーテ。彼こそ春をセイントに育てた恩師を倒した男だった。ちょっと通らせてもらうぜ。アバヨー、ピスケスのゴールドセイント。セイヤの邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。の敵を討つためにも僕は負けられない。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ラウンドワンファイト。アンドロイド、一つ教えてやろう。あのペガサス、やるじゃん。途中で生き返るバラの葬列に送られた。この先強行のままではデモンドーという猛毒のバラで埋め尽くされて、ペガサスは恐らく十歩と進まぬ道。前を黒バロ。もう押しちゃいられない。攻撃ではセイヤのところへ行かなければ。お、私の相手は君がするはずじゃなかった。どうしてあなたは僕の相手を。君の死はどうやった。サンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、同胞の召集にさえ長い年月一度も応じない。前を黒バロ。よって同胞から勅命を受けた私がやるじゃないか。彼を霊媒したわけ。君はさ、仇を討つと言った。この程度の実力では犬死にするだけで。レモンドー、あなたが死ぬと詫びるまで僕は戦い続ける。セレンドーゼを打てないよ。ゴリオーラウンド2ファイト。ダリアンドーゼ。そんな攻撃では。おいやで、セレンドー。そんな攻撃では許さない。許さない。やるじゃん。やるじゃないか。サンダーロイヤルデモンド。ロイヤルデモンド。マンバラの空気の取り戻なり、ペガサスの後を追いかけ。デモンローズはその花粉を吸っただけで五感を失い、苦しむことなく陶酔のうちに死ぬことができる。おとなしく目を閉じていれば、これ以上死の恐怖を味わわずに済むもの。なぜ立ち上がる。アンドロメダ、君に死が訪れるまで。死ぬまでの陶酔に浸るような弱虫じゃない。番組の間際、兄さんも約束したんだ。最後まで男らしく戦うと。今こそ何本当の僕の力を見せてやるぞ。アフロディーテ。レモンド。まるで少女のような顔をした君にここまでの闘志があるとは思わなかった。何あ、甘いぞ。あなたの殺しのピスケスとアフロディーテ。ウィナー、誰も傷つけたくないの。僕の力だとこんなものかな。
すでにロイヤルデモンローズを受けている者は放っておいても間もなく死が訪れるのだから、どうやらその時までじっとしてはいられんようだ。よかろう、ならば即座に死をくれてやろう。受けろ黒バラの恐怖を、ピラニアンローズ。そうだ、黒バラのトゲはピラニア、いかなるものであろうと触れるものすべてを引き裂くのだ。さあ望み通り死を見舞ってやるぞ。バカな、ロイヤルデモンローズに加えピラニアンローズまでその身に受けた。まさしく死を待つだけの男からこれほどまでの威圧感を受けるとは。今こそ本当の僕の力を見せてやる。この勝負美しく制してみせよう。ラウンド1ファイト。アンドロメダ、こんな強大なコスモを秘めていた。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だがもしあなたがゼアを助けてくれるなら、アテナのセイントとして心を改め先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。あなた、教皇が邪悪に加担していることを知らないのか。教皇こそ幼き日のアテナを殺害しようとしたサンクチュアリの反逆者であること。そんな攻撃ではない。私は過去の教皇の行いを知った上で忠誠を誓っているのだ。力こそ正義なのだ。偉大な力を持った教皇こそサンクチュアリを治めるにふさわしい。何、やるじゃないか。そんな攻撃では僕を甘く見ないことだ。嫌いよ。やるじゃないか。スタンダー AO。ラウンド2ファイト。何、甘いぞネビュラチェーン。逃さない。やるじゃないか。逃さない。何、やるじゃないか。力が正義だ。ならば弱い人間はどうなる。力を持たぬ者は常に力のある者に従えというのか。その通りだ。何、教皇がいたからこそ大地の平和が今まで守られてきたのだ。幼き赤子のアテナに何ができたというのだ。教皇がいなければ大地は今頃無数の邪悪によって支配されていた。違う、前を黒バラ、僕を甘く見ないどこか間違っている。無駄だよ。正義を守るのがセイントだ。アフロディーテ、アテナのセイントに立ち戻れ。もはや問答はこれまで。所詮ひよこには分かるまい。ネビュラチェーン。ウィナー。兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。傷つけてしまったかな。終わりだアンドロメダ。ピラニアンローズに食い尽くされ、二つの鎖もクロスも失った君にはもはや何もできまい。
本当は生身の剣は使いたくない。だけど僕の命もあと数分で終わるだろう。そしたら先生の仇は撃てなくなる。今こそ受けろアフロディーテ、このアンドロメダ旬の真の力を。なんだこれは。私の周りの空気の流れが渦となってストリームを巻き起こしている。そう、このネビュラストリームは僕次第で限りなく激しくなる。そして最後にはとてつもないパワーに変化するのだ。まだこれだけの悪あがきをすると、君にはもはやこの白バラ、ラッディ・ローズを撃つ以外あるまい。私の手から離れた瞬間に君の心臓に突き刺さり、何者であろうと合わすことはできない。そしてこの白バラが君の血を全て吸い尽くし真紅に変わったとき、やめろ、やめるんだアフロディーテ。ストリームはコスモを高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。さあこれ以上受けろラッディーローズ。爆発しろネビュラよ。見事だアンドロメダ。だが間もなく君もブラッディ・ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。兄さん、僕は約束通り最後まで男らしく戦ったよ。先生の仇も取った。これで少しでも平和に近づいたかな。秘密。代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇が邪悪の化身となったのか、ここに来れば何かわかると思ったんだが。これは教皇の死体。死後何年も経っているということは、今の教皇はやはり。なんだこのコスモは。ミカ、生きては返さぬ。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。
カみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰ると思わぬことだ。ラウンド1ファイト。さっきまで確かに誰もいなかった。一体どこから出てきた。死ぬ必要はないな。あなたの熱でに死にすぎてしまった。呪わないくらいな。おかしな手応えだねこいつ。本当にここに存在しているの。しぶとい女だ。ならば一層なんてことないね。ならば異次元に飛ぶのに。なんてことない。呪わないくらいな。あなたの気持ち。呪わないくらいな。呪わないくらいな。させない。あなたの気持ち。聖夜だ。こんなとんでもない奴らを相手にしてなんてことない。今さら気づいた。あなたはお前が相手にしているのは最高の戦争だ。イーグルさん。ラウンド2ファイト。あなたは気づいた。流星剣。さすがにゴールドセイントの相手はきついね。ここで負けるわけにいかないんだよ。こっちだよ。いかに試練のみとはいえ、このスーパーセイント不明の私と互角に戦えるのはあなたの意志。ゴーロなんてことないね。流星剣。頑張っているんだ。このマリンを諦めてどうする。こっちを燃やし万物の根源たる原子を砕く。たとえ相手がゴールドセイントでも勝てない。やられるわけにはいかないよ。ウィナー。覚えときな。表しの爪の恐ろしさをね。もっとやれるはずなんだけどね。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体は。こうしちゃいられないよ。この命に代えても聖夜のところへ行かないと。との再会。シュンに創業級を任せた聖夜は教皇の間を目指し神父のバラを敷き詰めた道を駆け上る。しかしそこにはアフロディーテの恐るべき罠が仕掛けられていた。花粉を吸い棘にかすっただけで五感を失い死に至るデモンローズの猛毒にかかった聖夜はついに道半ばで倒れてしまうのだった。早く教皇の間に行かなければ。でも力が入らない。教皇の間を目前にしてこのバラの葬列の中で死ぬのか。
けない。これは相当デモンローズの好機を吸ったようだね。こうなったらこのマリンが引きずってでもお前を教皇のままで連れて行ってやるよ。セイヤ、こんなところで死んでしまったらダメだ。誰かが助けてくれている。この感じはとても懐かしい。まるで俺の姉さんのような。気がついたのかい、セイヤ。その声はマリンさん。俺を背負って喋るんじゃないよ。教皇のままで敷き詰められたこのバラは猛毒を持っているんだ。でもその仮面をつけていれば少しの間は大丈夫さ。マリンさん、でもこれを俺につけたらマリンさんの命や。喋るなと言ったろ。お前は教皇の間に行き着くことだけを考えるんだ。マリンさん。お前を担いで行ってやるつもりがどうやらそういうわけにはいかなくなったようだ。セイヤ、私のことは構わずに行きな。今ならまだ間に合う。一気に駆け抜けるんだ。女のマリンさんを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。みんながマリンさんまでもが命がけで俺をここまで連れてきてくれた。なのにこんなバラくらいで参ってたまるか。燃えろ俺のコスモよ。やった！デモンローズが吹き飛んだ。マリンさん、もう教皇の間は目の前だ。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。シャイナさん、無事だったんですね。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。せいや、私にはまだお前に借りがある。お前がこの戦いに勝ち抜いて戻ってきたら必ず返させてもらうからね。だから決して死ぬんじゃないよ。顔を持つ男、サガ。一騎、シリュウ、ヒョウガ、シュン、トモという大きすぎる犠牲を払いながら、セイヤはついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。セイヤ、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れていくぞ。セイヤ、すまないが私の力ではアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ、セイヤ。
この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケル、左手には盾を持っていたのです。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か？私に構わず早く行くんだ、セイヤ。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て、誰がアテナの盾など取りに行かせるか。な、何？教皇の髪の毛の色が変わった。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我がクロスよ。ジェミニー、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニーのセイントだったというのか。でもなぜ、なぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。ジェミニよ、本当のお前の姿はどっちだ。小僧、ラウンドワン、ファイト。アテナは間もなく死ぬ。アイオロスが持ち去った勝利の女神ニケも私のもの。アテナの盾と剣は天界のゼウス、海海のポセイドンを抑え、冥界のハーデスさえも抑え、私はいかに地上の支配者となるのか。地上の平和を守るアテナの方が断然許さない。めっちゃ面白いよ。もはやこれ以上の罪を重ねアテナの命を救うのか。セイヤを殺させはしない。黙れ、黙れ。私はとっくの昔にこの大地を支配していたの。ケガさん、誰と話しているの。ラウンド2、ファイト。カンマ、これは私が手に圧倒されている。なんだ、この強烈なコスモ。ジェミニーよ、たとえ俺の五感が全て失われたとしてもまだ命の炎は燃えている。この命ある限り俺のコスモは限りなく外までも高まっていくのだ。俺のコスモが消滅するとき、俺が死ぬとき以外にない。五感の全てが失われようと、俺の、俺の、ウ
イナー。負けられない。アテナのためにも。これが俺の実力だ。バカめ、まぐれの高速拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せいよ。誰だ、この私の邪魔をするのは。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子な、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。あの世に行くのはお前の方が先だ。ジェルミ、お前の最後を見せてやろう。今さら死に損ないが一人二人増えたところで何になる。ラウンドワンファイト。九死に一生を得たその命を再び捨てに来たぞ。この俺の命などいくらでもくれてやる。聖夜だけは絶対に死なせはせん。立てよ、倒した。自らの命を懸けて戦った友のために、同じ時代を分かち合い生まれてきた熱き血潮の友のために、この命を懸けてジェミニー、お前を倒す。フェニックス、貴様は掃除機にも私の邪魔をした。たっぷりと苦しませてから倒してやる。こうなれば、カンナ精神の方を砕くまでだ。アナザルジメント天魔剣でな。面白い、ならば私も貴様の精神を破壊してやろう。伝説の元老魔王剣によってな。アナザルジメント、私のギャラクシアンエクスプロージョンから逃れられるとでも思っているのか。逃げる気もない。ギャラクシアンエクスプロージョン、これを倒すとアナザーディメンション。強力放天井、アナザーディメンション、アナザーディメンション。フェニコースの羽ばたきよ。アテナの命は絶対に取らせん。アナザーディメンション、ギャラクシアンエクセプロージョン、ギャラクシアンエクセプロージョン。フェニックスの羽ばたきよ。フェニックス最大の奥義、ホワイトテンション。コスモは燃え盛っている。ラウンド2ファイト。アナザーディメンション、カンナ、カンナ、カンナ、ノーレー、カンナ。何？ジェリー、まさか正義の面か。ダミちゃん、何が悲しい。私が大将を見てあなたは何にいけないことか。無数の邪悪はおろか、神々までもがこの大地を狙っている。天井、神のような小娘では守れず、私こそは大時代の救世主なのだ。お役天井、死の天井。ウィナー、ダジャクナ。本気を出すべきだったか。
そろそろ限界のようだな。せいやここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣。ギャラクシアンエクセプロージョン。神殿へ向かったか。誰が行かせるか。アテナの盾は絶対に取らせん。もう少しでアテナ像だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だがまだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。バカめ、そうはいくか。もはやお前をかばう者は誰もいなくなったぞ。聞け、生き残ったゴールドセイントから増票に至るまでこのサンクチュアリにいる全ての者よ。あとわずかで最後のブロンズセイントが倒れアテナも死ぬ。これより後このサガがサンク今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。セイヤ、あなたは希望。今、すべての人々のあなたは希望。セイヤ。セイヤ、わずかに残った俺のコスモを。セイヤ、消えそうな俺の命を。そうだよセイヤ、かすかに残った僕の命を、僕のコスモを全て君にあげるから。セイヤ。何？ペガサスがまた。しかもなんだ、セイヤの後ろに浮かぶあのコスモは。ペガサス、いや、ペガサスだけではない。セイヤの後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。この命ある限りお前を倒す。
今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。ラウンドワン、ファイト。もう一度だけで。心のコスモよ、奇跡を起こせ。全てに見ることも聞こえて感じることすらできないペガサス、ラウンを私に戦いを挑む。セイヤ、セイヤ、セイヤ、頑張るんだ。セカンド、頼むぞ。俺を呼ぶみんなのことはっきりと感じることだ。みんなが与えてくれるラウンド2、ファイト。どこを見ている？ペガサス！ギャラクシオ！見る以上に全員の感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ！何だ？どこを見ている？ペガサス！ギャラクシオ！天使図に目覚めたギャラクシオ！エクセプト！ウィナー、勝った。これが俺の実力だ。ついにアテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。おのれ、盾に触らせるか。死ね、せいよ。この盾を沙織さんに、アテナに、アテナにかざせば、沙織さんを、アテナを救え。なんだ、サガの体から抜けていった。今のサガの表情が元の優しく清らかな顔に戻っている。アテナの盾の光を浴びたことにより、体内に潜む邪悪も消し飛んだのか。アテナのコスモを感じる。沙織さんは、アテナは、よかった。本当に、これで、もう。アテナ、我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老法におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。
私は。佐賀、正気に戻ったのですね。アテナ。気づいていましたか、佐賀。聖夜の剣があなたの心を支配していた邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたこと。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。最後。佐賀、自ら命を絶つなんて。アテナ、こんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。佐賀。佐賀の心には強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのです。シリュウ、ヒョウガ、シュン、イッキ、そしてセイヤ、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにも、この地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神、アテナとして。